ン南巻遊園地は、フィンランドのヘルシンキにある遊園地であり、同市の観光地の一つである。ン南巻遊園地とも表記され、また単にン南巻とも呼ばれる。アルッピハルユ地区に所在する。正面入り口の住所は、ティビリクージャ1である。アトラクションの数は40を超える。園内への入場自体は無料である。毎年4月から10月まで開園されている。 面積はおよそ7.5ヘクタールである。所有者はラステンペーブンサシオである。東隣には文化の家がある。西1.5キロメートルほどのところにヘルシンキオリンピックスタジアムがある。当遊園地の石は子供の日のイベントが企画された1907年に遡る。開園は1950年5月27日であり。 フィンランドで最も長い歴史を持つ遊園地である。東遊園地は6つの児童福祉団体によって創設された。1957年、この6つの児童福祉団体によってラステンペイ文サシオが組織された。ありがとうございます。